ジャンピエール・レイは、キリスト教、カトリックのフランス人宣教師である。パリ外国宣教会所属で、1882年5月に来日し、1912年6月に、カトリック東京大司教区の大司教に就任した。1858年11月3日、フランスローヌ県、ジュリエナで生まれる。1878年より4年間、パリの宣教学校に入学。 パリ外国宣教会に入会し、1882年3月4日、被災に除外された後、直ちに宣教師として日本に派遣され、同年5月に来日した。同年10月より、浅草教会内の児童福祉施設、媒介学校に、普通文化教頭として4年間勤務した。1888年1月、同施設に収容されていた孤児たちが青年へと、 成長し職業訓練等が必要になり、もっと大きな施設が必要となったため、高木神三郎の協力を得て、東京府小石川区、関口街町に移転し、聖母仏語学校を設立した。例は、この施設で、孤児たちの自立心を育成するため、パン製造や大工仕事などを習得させた。特に、パン製造は、成功を収め、関口パンの愛称で呼ばれるほど、 周囲の住民たちの評判となった。同年12月には田中博義と共に和仏寺所を刊行した。1900年6月、カトリック・静岡教会の主任司祭に着任し、全民のミュガビュールの後を引き継ぎ学校を設立に尽力する。県や市の当局者と何度か協議を行い、また当時、 名古屋に学校を設立しようとしていたサンモール修道会の修道委員長メールセンマルチドと交渉し、教会の土地建物を提供することによって誘致に成功した。その後、1903年3月末に建物が完成し、同年4月9日、普通英女学校が開校した。1908年、健康を害した例は、転任を願い。 横浜の会計職とサンモール修道院付け司祭に転任し、健康の回復に努めた。1912年6月、前任のフランソワ・ボンヌの司教を受けて、公認の東京大司教に任命され、同年7月25日に自らが設計したカトリック・関口教会の聖堂で司教に除外されて着座し、1927年に引退するまで重要な任務を遂行した。 引退後は、本郷協会に移り住み、1930年5月25日に、軽井沢にて死去した。ありがとうございます。